それじゃあみんな、さようなら。さようなら。気をつけて帰るんだぞ。はい、じゃじゃ丸、一緒に帰ろう。ふんふん。君たち、いつも一緒に帰ってるよね。確かに、仲良しだよね。まあ、小学校から一緒だからね。腐れんってやつ。でも、帰り道にいつも公園で遊んでるから、最近飽きちゃって。それじゃあ今から、うちに遊びに来る？え、行きたい。私も。ちゃちゃまるも来るでしょ。なんでよ、暇でしょ。行こうよ。まあ、来たくないなら無理にとは言わないけど、僕の家にはトレーニングルームもあるよ。何？君も来たいのかい？仕方ないな、歓迎するよ。もうちゃちゃまるってはちょろいね。さあ、ここが僕の家さ。と言ってもここは玄関だけど。え、ここが玄関？広い。うちんちのリビングと同じくらいの広さだよ。ちなみに僕の両親は海外で仕事をしているから今はいないんだ。じゃあじゅんくん、このお家に一人で暮らしてるってこと？いや、執事がいるよ。羊じゃない、執事。セバスチャンが僕の身の回りの世話をしてくれるんだ。執事のセバスチャンでございます。はじめまして。セバスチャン、僕たちは遊んでいるからおやつの準備をお願い。はい、お坊ちゃま。お坊ちゃまだって、素敵ね。まあ、立ち話もなんだし、上がってくれ。お邪魔しまーす。お邪魔しまーす。しまった、今日履いてる靴下穴履いてるんだ。じゃあ学校行ってくるね。あれ、お姉ちゃん靴下に穴開いてるよ。あれ、ほんとだ。ちーにゃん、穴が開いてる靴下なんて捨てなさい。まだ履けるよ。靴を履けば穴が開いてるなんてバレないし。ほら。おお、拍手するところじゃないでしょ。まあ、お友達に見られたら恥ずかしいわよ。帰ったら捨てるよ。じゃあ行ってきまーす。まったく。今朝お母さんに怒られたんだった。ちゃんと履き替えてくればこんなことにならなかったのに。どうしたの、ちーにゃん。早く上がりなよ。ちょっと急用を思い出しちゃって帰ろうかな。残念だね。おやつに特製プリンアラモードがあったのに。プリンアラモード？ちーにゃさん、よかったらスリッパをお使いください。セバスチャンさん、ありがとうございます。それにしても素敵な会だね。これは僕の両親が海外のお土産で買ってきてくれたんだ。みんなにバレずに済んだ。あれ、君休養はいいのかい？うん、よく考えれば明日だった。それはよかった。よかったね、ちーなちゃん。それじゃあ僕の家を案内するよ。廊下も広いね。お家の中で迷子になりそう。ここはトレーニングルームだよ。ちゃちゃまるテンション上がりすぎ。ここが僕のパパの書斎さ。わあ、難しそうな本がたくさん。一日じゃとても読み切れない本の量だわ。本が好きならいつでもうちに来て読むといい。ありがとう。まだまだ紹介したい部屋はあるけど、キリがないから僕の部屋へ向かおう。紹介しきれないほど部屋があるなんて羨ましい。ここが僕の部屋だよ。わあ、すごい。ここにもたくさん本があるのね。荷物は適当に置いてね。ありがとう。じゅんくんのお家ってお金持ちなんだね。そんなことないさ。そんなことあるよ。うちなんて3人兄弟だから自分の部屋ないんだよ。僕は兄弟がいる人が羨ましいよ。じゅんくんは一人っ子だもんね。はあ、私もこんな広いベッドで眠ってみたい。お坊ちゃま、おやつの時間です。お友達の分もご用意させていただきました。ありがとう、セバスチャン。さあ、みんな食堂へ行こう。ああ、ちょっと待って。
うちの食事は専属の料理人が作ってくれているんだ。いいな、じゅんくんのお家は。うるさい弟もいないし、こんなに豪華なご飯が出てくるなんて。そんなことないさ。両親の作ってくれたご飯が食べたくなる時もあるよ。そうなんだ。でもこんな美味しい料理を毎日食べているのに贅沢な悩みよね。ちゃちゃまるさん、おかわりされますか？あはん。あー、お腹いっぱい。ちゃちゃまるプリン5個もおかわりしてたね。ふふん。君、帰ったら夜ご飯食べれるの？ふふん。あ、もうこんな時間？ほんとだ。じゃあそろそろ帰ろっか。あれ？その靴下どうしたの？あ、チーネちゃんの靴下に穴が開いてる。履いてたスリッパどこかに置き忘れてきちゃったんだ。恥ずかしい。だから僕の家に来た時、休養を思い出したなんて分かりやすい嘘をついたのか。それでね、じゅんくんのお家の玄関ってうちのリビングくらい広くて、身の回りの世話は執事のセバスチャンがやってくれてて、おやつには誕生日でもないのにフルーツがたくさん乗ったプリンアラモードが出てきたんだよ。いいな、僕もじゅんくんのお家に行ってみたい。私も豪華なお料理食べてみたい。でもご両親と離れて暮らしているなんてじゅんくん一人で寂しいんじゃない？そういえばじゅんくん少し寂しそうだったな。でも、じゅんくんがうちに遊びに来たら、うるさくて驚くだろうね。今度連れてきてよ。じゃあ今度誘ってみるね。そういえば、ちーにゃ、穴が開いた靴下でお邪魔したの？うん、この靴下で行ったよ。必死に隠してたんだけど、結局バレちゃったよ。もう恥ずかしい。早く靴下捨てなよ。へへへへ。